こんにちは。第2種電気主任技術者の平良です。今回は、年間二種二次試験、燃料管理科目より、平成28年度から問4の一線地落故障に関する計算問題を解説していきます。なお、今回の問題で扱う、設置用変圧器の原理については、説明欄の動画をご参考ください。最初に問題文を読み上げます。 図のような 6.6kV50Hz の3層3線式配電線がある。A 配電線に1線地落故障が発生した際、変電所に施設置した A 配電線用0層変流器、ZCT に流れる0層電流の合計値を次の1から4に基づき答えを。ただし、配電線1線あたりの 対地静電容量は0.01マイクロファードマイキロメートル。配電線の好調は AB ともに5キロメートル。設置用変圧器、g p t 二次側の挿入抵抗 R は50オーム。GPT の変成比は6600ボルト110ボルト。配電線の電圧は6600ボルト、平行三相電圧。 地落抵抗 RG は100オムとし、その他定数は無視するものとする。1、AB 配電線の1線あたりの対地アドミタンスを Y ドット、GPT2 次側挿入抵抗の1次側に換算した10日中性点抵抗を RN、地落抵抗を RG、地落故障が発生した線の 故障発生前の対地電圧を EA ドットとするとき、一線地落故障時の等価回路を示せ。カッコ2、地落点から見たインピーダンス Z ドット及び A 配電線用 ZCT に流れるゼロ層電流 IAG ドットを等価回路から Y ドット RNRG 呼び EA ドットを用いて表せ。括ッ三 RN を GPT の二次側挿入抵抗値から一次側に換算したい値で求めよう。弧4、各値を用いて IAG ドットの大きさを計算せよでは問題の設定を確認します。問題文の下線より図のような 6.6kV、50Hz の3層3線式配電線について A 配電線に1センチラ地ク故障が発生した際、変電所に施設した A 配電線用ゼロ層変流器である ZCT に長いるゼロ層電流を求める問題です。なお、1km あたりの配電線1線あたりの対地静電容量は0.01マイクロハラドマイキロメートル。配電線の高調は AB ともに 5km。 設置用変圧器である GPT の二次側の挿入抵抗 R は50オーム GPT の変成比は 6600V110V 配電線の電圧は 6600V 設置抵抗 RG は100 ω としこれ以外の定数は無視しますでは図に記載されていない問題文の条件を図に反映します まず、問題文の緑の下線より、配電線の電圧を V イコール 6.6kV、周波数を F イコール 50Hz とします。次に、問題文の黄色の下線より、A 配電線と B 配電線の交調を L イコール 5km、1km あたりの大地静電容量,量を C' イコール0.01マイクロファラドマイキロメートルとし、 また GPT の編成比は 6.6kV、110V です。ちなみに設置用変圧器は昔は GPT と呼ばれていましたが現在では ZCT とも呼ばれます。以上が問題の設定の説明です。では、カッコ1を解いていきます。問題文より AB 配電線の 1>, 1線あたりの対地アドミタンスを y ド GBT2 次側挿入抵抗の1次側に換算した等価中性低抵抗を RN 地落抵抗を RG 地落故障が発生した線の故障発生前の対地電圧を EA とするときの1線地落故障時の等価回路を表す問題です。では対地アドミタンス Y ドットと、透過中性点抵抗 RN、対地電圧 EA ドットを図に反映します。まず、A 配電線と B 配電線の各対地静電容量を青色と緑色で表します。なお、対地アドミタンス Y ドットは、A 配電線と B 配電線の対地静電容量から求められます。 ここで各配電線は上の図のように3層3線式のため配電線の対地アドミタンスは y ドットが3つ並列接続された形となりますそのため各配電線の合成アドミタンスは 3y ドットとなりこれをインピーダンスに変換すると下の図のように 3y. 分の1となります。次に GPT の二次側挿入抵抗の一次側に換算した等価中性点抵抗 RN は図のように GPT の二次側の抵抗 R を一次側の中性点に挿入したと仮定したときの抵抗となります。最後に故障発生前の対地電圧 EA. は 下の図のように A 配電線と大地間の電圧となります。では、テブナの定理を用いて、透過回路を作図します。まず、抵抗 RG の両端を解放すると、この時に RG の両端に加わる電圧は E8 ととなります。また、RG から見た回路のインピーダンスについては、RG の端子から RN 及び 3y ドット分の1を見るとすべて並列になっているため図を変形するとこのように Rn と2つの 3y ドット分の1の並列接続の回路図とすることができます。よってテブナンの定理を使った等価回路はこのようになります。これがカッコ1の答えです。次にカッコ2を解いていきます。問題文より、 白く点から見たインピーダンス Z ドットを呼び、A 配電線用 ZCT に流れるゼロ送電流 IAG ドットを求める問題です。最初に Z ドットを求めていきます。Z ドットは、1で求めた等価回路のインピーダンスとなります。まず、青枠の構成インピーダンス Z ダッシュドットは、並列・接続のため、 6ワイドット分の1となりますよって Z ドットは RG プラス RN プラス Z ダッシュドット分の RNZ ダッシュドットとなるため Z ダッシュドットの式を代入して整理をすると RG プラス1プラス6 r n ワイドット分の RN となりますでは次のスライドに移ります では次に A 配電線用 ZCT に流れるゼロ層電流 IAG ドットを求めます。まずゼロ層電流 IAG ドットを右下の図に反映すると A 配電線用 ZCT を流れまた一線地落電流を IG ドット登記左の透過回路図に反映するとこのようになります。なお IG ドットは回路図より Z ドット分の EA ドットとなります。では、IHE ドットを分流の法則を使って求めます。まず、青枠の合成インピーダンスを Z ダッシュドットを置くと IAG ドットは Z ダッシュドットプラス 3Y ドット分の1分の 3Y ドット分の1かける i g ドットとなります。 ここで、z' ドットは、並列接続のため1、1プラス 3rn ワイドと分の rn となり、iag ドットの式に代入すると、rg プラス rn プラス 6rg rn ワイドと分の1、1プラス 3rn ワイドとかける ea ドットとなります。 これが括弧2の答えです。次にカッ3を解いていきます。問題文より10日中性低抵抗 RN を求める問題です。今回は簡易的な導出を行いますが、より詳細な導出については説明欄の動画をご参考ください。ではまず、2次側の抵抗を一次側に換算するため、巻数比を求めます。図より、 GPT の巻数比は、編成比が 6.6kV、110V であるため、N イコール60となります。次に、左の図のように、抵抗 R は、二次側の各層に等分配でき、この時の抵抗は、3分の50オームとなります。そのため、次側の各層の抵抗、 3分の50オームを一次側換算すると3分の 50×n2 乗となります。次に、一次側の中性点に挿入する場合を考えると、左上の回路の並列接続の合成抵抗を求めることと同等なため、rn イコール3分の 50×n2 乗かける、 1> 1 3分の1となり、値を代入すると、2万オームとなります。これが3の答えです。最後にカ4を解いていきます。問題文より i a g の大きさを求める問題です。まず i a g の成分の Y と EA を求めます。最初に1線あたりの対地アドミタンス Y は、Y イコール J2πfLc' となり、値を代入すると、J1.5708×10 のマイナス5乗となり、計算をしやすくするため、Jy とします。次に、対地電圧 Ea は、スター結線の総電圧と等しいため、Ea イコールルート3分の V となります。では、Iag ドットに、 y ドットイコール j y を代入すると、このようになるため、iag は、R G √、かっ rg プラス、rn 二乗プラス、6rg,rn,y 二乗分の、√、1プラス、3rn,y 二乗かける ,ea となり、値を代入すると、0. 260アンペアとなります。これが （4） の答えです。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。